ありがとうございます。いや、エムスプラッシュもそうですけど、マークもね、甲子園球場に来てくれて本当にありがとうございます。まあ、あのコロナの関係でマスコットの交流もなく、何食べさせてんの？萌え漬けできてるんですか？あ、どうぞどうぞ進めてください。進めますけど、はい、マークもね、この甲子園に来てくれるのは本当に久しぶりだと思うんですけど、食べ過ぎやろ。食べる前からだいぶお腹出てましたけどね。そんな寸劇はいいんですよ、全然始まれ、もう5分も経ってる。はい、ということでここからはマスコット対決を行いますので、ぜひ皆さんどっちが勝つか予想してみてください。では早速やってみましょうか。交流戦マスコット対決、トラッキー対マー君、にらめっこ対決です。では行きましょう。準備してください。行きますよ。そうですよ、行きますよ。せーの、にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アッププーで始まりました。マスコット同士のにらめっこ対決。おっと、にらめっこ対決というか、本当ににらみ合い、よく見れば2人とも笑ってはいるんですけど、顔の表情からは全く違う、ちょっと物々しい雰囲気が漂っております。2人とも笑ってはいるんですが、表情はピクリとも動いておりません。さあ一体どうなる。ちょっとマー君の方が腰引けてる感じがする。そうでもない。トラッキーが少し前に出て、前に出て、まさかのダチョウ倶楽部的なことがあるのかな、これ。ない、あるかい、それかい。なあ。